はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今日はね、なんか新しいアイテムが登場するみたいです。なんかこの新アイテムプラスコンボ登場ってなって、コンボが途切れない、プレイ中コンボが途切れなくなる、コンボのミッションやハイスコア狙う時に使おうって書いてあるんですけど、これいる？しかも値段見ると1200コイン使うんだよね。いらんでしょこれ。実際フィーバー中はコンボ途切れないし、今フィーバー外になることがほぼほぼないゲームなので、いらんと思うんだよね。しかもコンボって、今の仕様上だと、得点にほとんど影響がないんですよ。実際には、まあコンボボーナス値っていうものがあるんですけど、それが51コンボ以上は同じ、そのボーナス値なので増えてかないんですよね。まあ簡単に説明をすると、どうしようかな。パッチがもうちょっと欲しかったんだけど、こんくらいでいいかな。今0コンボにします。ここで消すとパッチ3チェーン2394で、2チェーン目2657って感じで、一応点数は増えてってるんですよ、コンボ数に応じて。で、これが、51コンボ以上すると、ずっと同じ点数なんですよ。ボーナス値が同じになるので。適当にやろうと、ただ、コンボ途切るのが早いので、まあ3チェーンできるところ確保しといて、こんな感じかな。3782って感じで、もうこれ以上増えてかないんですよ、51コンボ以上は。なので、まあ僕ライブ等でも結構言ってるんですけど、コンボはほとんど点数に影響ないです。ただこのタイミングでなんかプラスコンボとかいうアイテムが出るってことは、コンボの仕様が変わるんじゃないかなと。まあ、わからんけどね。わざわざね、コンボのミッションハイスコアを狙うときに使おうなんて下に書いてあるんだから、どうなんかな。コンボの仕様が変わって、まあ、999コンボで、そのボーナス値が最大になるとか、もう少しボーナス値が高くなってね、とかなるんだったら、まあ意味はあると思うんだけど、そしたら、ね、シンデレラとかもっと点数出しやすくなると思うし、ね、いろんなツム、まあコンボを稼ぎやすいツムが強くなるとは思うんだけど、まあ現状、まあアップデートが今日予定されてんのかな、月曜日。なので、まあアップデートまだ僕の方は来てなかったので、アップリストアみたいなの見ても、とりあえずアップデートしたらまた検証してみるので、はい、また動画あげます。以上、じゃあ今日終わり。とりあえず言いたいことは、なんか新アイテム登場するけどあんま意味ないと思うよっていうことです。はい、以上終わり、バイバイ。